はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝、小野正嗣でのプレイ続きをやっていきましょう。ですね、まあ引き続き戦いが続いていく中ではあるんですが、注意して見ておかなきゃいけないのはですね、まあいくつかあるんですが、まず今川家とは停戦が3ヶ月継続中です。で、武田ともちょっと交戦状態に入っているので、まずは今川ですね。今川との停戦状態を常にキープするっていうのが最重要課題になるかなというところなので、まあ、朝廷工作ですね。大至急始めていきましょうというところになります。で、あとは、まあ考えておかなきゃいけないところで言うと、贈り物系、贈れるところで大名があるかというと、実はもうないので、今できることといえば、まあ、ひたすらに、なんとか耐え忍ぐというところになってきます。なので、まあ、少しでも早く朝廷外交をしつつ、戦力の回復を図るというところですね。で、特にですね、今川と武田が大激突中なので、この間に少しでも小野家の力を蓄えておくっていうところですね。で、回収できるところはバシバシ回収を入れていきましょう。とりあえず5段階ぐらいまで急ピッチに回収を進めていっちゃいましょう。鳥峰はね、最前線の場所になってきているので、そこを守守しないと瓦解する可能性もありますからね。せっかくの領地が。政策を執り行います。そうすると米系が欲しいといえば欲しいんで、この辺りはバシバシ任命を入れていきましょう。治安の要因として堀秀政に任せちゃいましょう。あとはここも治安かな。ここは吉輝、まあ、吉輝はね、王位一銭持ちで戦闘面でもかなり優秀ですからね、期待できる。で、安土ですが、安土は信長に任せてるので、さらにね、戦力、特に兵力面で期待をしていきたいところにはなってきます。やっぱり信長が率いると全然違いますからね。力が、発揮してくれる力が全然違いますからね。まあ、今はこの岩村城近辺でぶつかってる武田軍と今川軍の動向ですね。で、城は取り峰に一貫されております。これはどこの軍勢だ。なるほど、武田隊だな。ただ武田隊は少なくても今川隊とぶつかるはずなので、まあ、すぐに取り峰が戦場になることはないでしょう。出陣します。出ぞ。もしそういう状態になったら清須城から兵を出しましょう。引いたね。表情を始めます。今川との停戦があと1ヶ月になったか。この後の今川の動きですよね、怖いのが。今川が武田と結託してこちらに万万が一攻めてくるというようなことにでもなろうものなら、かなり危ない橋を渡ることになるので、まあ、それはね、できるだけ避けたいところですね。では今回も引き続き投資をしていきましょうか。
まあ、とにかくね、自力をつけていくっていうのが今一番の課題キューブですからね。特に武田今川っていう大国に囲まれてるこの状況をなんとか耐えて耐えて打開していくためには、とにかく兵力不足という状況に陥るのが一番怖いんで、そうだけはならないように、まあ、細心の注意を払いつつというところにはなってきます。で、武将の質自体は信長はじめ強い武将は確かに強いんですけど、数っていう意味で考えるとまああんまり揃ってるとは言い難い状況ではあるので、そういう意味で言うと少ない優秀な武将をいかに効率よく運用するかっていうことになるので、やっぱり武将の質を生かすためにも兵力ですね、兵の数、当然優秀な武将が少ないんで、その優秀な武将に大きな兵力を任せることができれば、それだけでね、だいぶ楽になりますからね。そういう状況を作り出すためにはまずは、まあ、地道な開拓っていうのかな、そういったところが必要にはなってきますね。で、この牧島に関して言うと最悪放棄することもあり得る場所ではあるんですが、それでもしっかり開発は入れておきましょう。さあ、1ヶ月過ぎて今川武田がどう動いてくるかですね。今今川はどうだ、これを見ると直虎隊1万が内騎城、うん、忠勝隊4000が飯田城ってことは、今川は今武田攻めに入ってますね。これを見ると出陣するぞ。今川が武田を攻めてる間は安心ですね。表情を始めます。収支をご確認ください。さすがにこちらに手が伸びてくることはないでしょう。問題はこの彼らがどこを通っていくときにうちの軍勢とぶつかるか。何に鎌倉城に小谷城に、いやー来るねー。敵が我が城内に向かっております。一気に矛先変えてきたなこいつらも。まずは岡部が小谷で、鎌倉城にも軍勢を送ってきてると。なるほど。であればこちらとしては、まあ、後手後手になる前に軍勢を送っておきましょう。まず大垣城に、うん、大垣城から鎌場城へ、さらに関の地、ここから信長隊を出しましょう。これを鎌場へ。出陣する。で、清須の軍勢は秀長が率いて島見、うん、鳥峰の援軍に出しましょう。で、後の家康16000、これ12000か、12000も出てくると。これは正次自らが鳥峰で迎え撃ちましょうか。こんなところかな。で、名古屋城の7800、これは余剰兵力として残しておきましょう。我が方の城包囲されました。数的には何とか持ちこたえてくれるかなという数ではあるけどね。鎌場城を落とされると東西分断されるので、それは避けたいので鎌場城に援軍を出しましょう。城が取り囲まれました。敵が我が城内に向かっております。なるほど、これは義輝の隊でなんとかなるでしょう。やるとするか。かしこまりました。問題は小谷だな。小谷がどうにもならないな。
数も多いしね、オダニは。ただオダニを落とされるわけにいかないので、オダニには犬山城から光秀を援軍で出しましょうか。出陣します。そうなると小谷城の出陣になりますね。小谷は部隊を2つに分けましょう。まず義継と正信、この部隊を4000、4000で分けましょうか。我が策をお見せしましょう。これでなんとか防衛に当たりましょうか。小谷城は堅牢な城の作りにはなっているはずなので、普通にうまく戦えればなんとかなるかなという感じもするんですけどね。まずは義継は下がりましょう。城内へと急ぎ下がりましょう。数でいうと約3倍近い相手を戦わなきゃいけないんだな。承知いたしました。承知いたしました。かしこまりました。我が領内に敵が迫っております。音羽城に33,000、小谷にさらに2万の増援、観音寺に22,200、鎌場に13,000。マジか、とんでもねえ数出てきてんな。さすが堅牢な小谷城だな。なんとか持ちこたえてますね。我が策で勝利をつかみます。では決着をつけるとしよう。力を合わせ戦い抜くのだ。させてもらう。敵が城内に侵入しました。これで終わりよ。決めろ。やってくれるな。さあ城門一つ突破されているので二の丸まで下がりましょう。されました。今こそ殲滅の時です。かしこまりました。かしこまりました。では決着をつけるとしよう。この戦我らの勝ちだ。おっと、藤高が壊滅するぞ。これは藤高が壊滅するとかなりピンチなんで、なんとか持ちこたえてもらいたいけどな。引くぞ。退却せよ。かしこまりました。なんとか第一波は退けられそうですね。ただこの後2万の軍勢が
増援で敵には来るはずなので、まあそれはこらえられるかな。ちょっと厳しそうですよね。さあ他の城の状況をちょっと確認しておきましょうか。まずはえーと観音寺はなんとかこらえてると。で榊原康政大垣城に向かう部隊もなんとか撃滅できそうかな。で大垣城から小谷に増援が出ています。でこの辺りだよね、岡部とかがどこに向かうか。この辺りはまだ大丈夫か。でここは厳しいね。この間にただ水かけ城を取っちゃいましょう。釜場城が激戦になってるけど、釜場城を支えられる部隊がちょっといないかな。利家を出しましょう。戦場へ参る。明智隊は一刻も早く織田に戻りましょう。お任せください。音羽城に増援か。厳しいな。釜場城からも出陣させるしかないね。で出陣します。信長を一旦観音寺まで引いて、音羽城は数正を出陣させましょう。出陣するぞ。今川がここに来てこっちに総攻撃っていうのはちょっと想定してなかったよな。マジかこれ。とりあえず正嗣本体1万2000を小谷方面へと振り向けましょう。で岡部隊は目標は岩村城か長島城。大丈夫だな、まあ、この辺りの目標が変わらない限りは支えきれそうだな。秀長の部隊もちょっと釜場城経由の音羽城方面に軍勢を振り向け直しましょう。我が方の城包囲されました。どこが包囲されたって。いや音羽城は落ちるな。まずは観音寺は迎え撃てるでしょ。音羽城は捨てるしかないな。音羽城は支えられる気がしない。代わりに水掛け城をいただきましょう。まあ、それでよしとするしかない。で元康はというと岡崎に引き返すんだったらもう用はないんで、利家を島見に戻しましょう。騎乗する。で岡部隊は郡上八幡に戻るんでしょ。だったら捨ておけばいいと。となるとやっぱり小谷。
ダニと鎌場城が危ないな。鎌場城が、乙葉城も危ないで、なんとか観音寺は守りきらないといけないので、軍勢を分けましょう。9500でしょ。4800の信長と、出陣する。あとは、高虎2400、信忠2300、この3体で支えましょう。支えましょうというか支えるしかない。で、小谷城に対しては藤高と三井で4000、これで支えられるとも思えないけど、ここは急いで正次12000の軍勢を送り込みましょう。でさらに義輝5000が援軍で、行動中というところですね。で水掛城はもうすぐ落ちるかなというところですね。そうすると末盛城の5000が余剰兵力になるんで、この5000を急ぎ鎌場城に派遣しましょう。で稲葉山城から兵2100、ちょっと数少ないですけど、今はね数を惜しんでられないんで鎌場城に出しましょう。これでどうだ。じゃあまず観音寺の戦いからいきましょう。進め。お任せください。始まるか。表情を始めます。外交状況を確認しましょう。朝廷外交は65か。あと4ヶ月かかるのね。4ヶ月間こらえなきゃいけないのか。乙葉城が危ないな。小谷はまあ正次が到着すればなんとかって感じですね。で鎌場城は先ほどからお話しているように、なんとしても、耐えたいところなんですが、ここで長政が来たか。長政が来たらちょっと兵を引くしかない。これを相手にしている余裕はちょっと今ないので兵を引きましょう。そしたら清須から毛利2000、これを急いで鎌場城に出すか。乙葉城は捨てざるを得ないかもしれないですね、この状況だと。乙葉城は捨てて、代わりに小谷、鎌場、観音寺を死守するために兵を割くしかないかな。あといずれにしても4ヶ月間耐えなきゃいけないって考えると、4ヶ月間って結構な時間ですからね。どうしようかな。修復できるところは修復しておきたいし、あとは外交交渉、朝廷外交だな。これがあと4ヶ月もかかるとなると想定よりはるかに厳しいな。今さら同盟を結ぶとかそういう段階ではない。打つ手がないな。どうする。今川がね、もうこの畿内から中国地方に関して完全に安定化されちゃってるんでね、ここの兵力を退去してこの尾張方面に差し向けてきてるんで厳しいんですよね。
武田も兵力としては十分だしな。各国の勢力見ておくと、武田が兵数が186,000、今川が520,000で、ちょっと頭一つ抜けてますよね。で、九州は珍しく大友ですね、島津じゃなくて41万。北条もでかそうだな、29万か。で、我らはというと10万。まあ、武田と小野が結べば十分に今川と対抗できるんですけどね、そういう思考にどうも武田はならなそう。悔しいな。というわけで方針としては乙葉城はもう捨てますと。なので乙葉城から、兵数が足りなすぎて出れないって、脱出もできないのかってなると、最悪数正が捕まる可能性があるな。いや厳しいですね。方針確認します。乙葉城は捨てます。というかもう兵力を避けないので見捨てるしかない。で、観音寺、釜場、小谷は死守っていう方針でいきましょう。というところで、時間がもうすぐ30分というところになりますので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。